異色たりて礼節を知るこれは漢詩に出てきます漢中の原稿を書いたものを漢詩と言います漢中はですね、政治を行うにあたってまず生活の安定を大事にしましょうそして不国強兵を図りましょうということを行ったと言われていますこの漢詩の中に出てくる言葉ですけれども総理に満ちて礼節を知り異色たりて栄辱を知るという言葉があります つまり民生の安定ですね民が生活していけるだけのことをしっかりとしてあげるその上で政治を行うことが大事だということを考えたわけですけども決して官中がでですすね礼を無視したわけじゃないんです中は義この4つの徳をですねとても大切にしたというふうに言われています。義というのは人間関係において節度を守るということ。 そして霊というのは慎み深くして自己宣伝をしないということそして連というのは自分の過ちを隠さずに素直に認めるということそして恥ですけれどもこれは他人の悪事に引きずられないということだと言われております。つまりこの「異色足りて霊説を知る」という言葉からどういうことを学び取るかということですけれども。 政策あるいは会社の仕事あるいは営業活動においてもですねまずそしてまた実実際の実行面に主眼を置く理理論理屈交渉なイデオロギーこういったことも大事なんですけれどもまず相手のためを思ってそして実際に実行することの大切さこれを監視の「異色対りて霊説を知る」という言葉から私たちは大切にしていくべきではないでしょうか。